今回は星渡さんの神メンタル心が強い人の人生は思い通りという本を読みましたので紹介させていただきます序章人生の9割はメンタルで決まる心は私たちが考えている以上に複雑だ変わらない日常を科学的に分析する心を鍛えて選択と行動を変えるだけ第1章思い通りに生きる公式の存在 自分だけの生き方を見つける時代、多くの人が目標設定を間違えている、望む未来を手に入れる2つの確認事項、手段の個体探しで疲弊してはならない、実現の手段は自動的に見つかるもの、結局心の強い人がすべてを手に入れる、自己評価を高めるだけで世界が変わる理由。第2章変化を いやがる人間の機能を科学的に攻略する。頑張っても報われないと感じるのはなぜか。心理学的ホメオスタスの発動を感じ取る。障害物の位置が分かればチャンスは自然と増える。チャンスを察知する能力を測定するテスト。カラーバス効果を逆転させるだけで成功できる。あなたが変わるための情報は見えていない。現状維持は 衰退ももに命じて変化を楽しもう第3章最強の行動力を手に入れて心を強くする目指す,目指すべき場所の明確化がすべての始まり未来体験シードで目的地を明確化大きな目標でも小さく分解すればできることが見つかるなぜやるかに対する答えは行動に直結するやる理由を書ぎ出して行動の原動力と向き合う 勝手に行動,行動したくなるコツは視覚に訴える。実現したい理想の画像を1日1回見るだけ。記憶と行動の原理原則を理解する。脳の会話を騙して思い通りを,通りを錯覚させる。最大の敵三日坊主を科学的に攻略する。0秒で新しい習慣を定着,定着させる方法。第4章。 未来の自分を生きると現実が追いついてくる根拠のない自信でチャンスをものにする自己評価は自分で書き換えられるもの現実が自己評価に追いついてくる仕組みとは未来の自分を生きるで金メダルを取ったボクサー未来を明文化することで起きる心の動きが大事自己評価を一瞬で書き換える未来体験現実への強烈な違和感は 未来を生きている証拠自己肯定力と自己効力感のメカニズム違和感こそが実現スタートの前兆であるモチベーションは絶対に上げてはいけない理由劇的に人生を変える未来の自分へのインタビュー第5章アファメーションで正しく心を鍛える革新という名の思い込みなぜ思い込みが不可能を可能にするのか 思い込みが生まれるるメカニズムを理解する思考が現実化する本当の理由とは言葉の力によって思考を変えていくやっぱり紙に手書きするが最強である理由理,理想的なアファメーションの手順についてパスワードをアファメーションの言葉に変えるやめるべきことを捨てるという思考法使うべき言葉を明らかにする6つの質問 一生使わないと決める捨てる言葉とは付き合う人で人生は変わるは本当なのか自分の理想を実現している人に教えてもらう大切なのは自分が幸せを実感できるかどうかだけ第6章神メンタルで感情をコントロールする不安になる緊張する自分を認めてあげる頭の中で考えるではなく紙に書き出すエンプティーチェアで 悩みの早期解決を、メタ認知能力を鍛えるトレーニング、没頭するを利用して意識を今に変える、最伝難的自信がないを攻略する、本当の安心とは安定することではない、神メンタルは最高の反射から生まれる、すべての出来事に良いフレーミングをする練習、心が自然と強くなる口癖を意識する。 人間には自分で設定した理由を探す力がある。終章、幸せになる権利は誰にも奪えない。目標を忘れない工夫、試してみたいは即実行。教えるために学ぶではなく、学ぶために教える。目標は更新するためにある。実現するまでや,ずやり続けば失敗はそもそもない。自分だけの幸せを追い求める。終わりに。 はい以上になりますのでよかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。